この放送は世界の名手サントリーの提供でお送りします。83サントリーカップ初日の第2試合です。向こう側白いシャツがジミー・コナーズ、そしてこちら側、ジミー・コナーズです。30歳になります。こちら側が同じくアメリカのヨハン・クリーク、25歳になる選手です。いよいよこれから第2試合が始まります。ヨハン・クリークのサービスで始まります。ジミー・コナーズは、1952年9月2日生まれで30歳。ご承知の通り昨年は全英そして全米と勝ちました。そしてこちら側が25歳のヨハン・クリーク、南アフリカ生まれですが現在はアメリカの国籍を持っています。サービスが強烈な選手ですが、川手さん一つちょっとこのヨハン・クリーク選手、昨年日本に来ましたがちょっと怪我であまりプレーをしませんでした。そうですね、はい、馴染みが浅いので、まあ、昨年来たんですが、はい、ちょっと体の故障で、完全なプレーができなかったんですよね。はい、コナーズが非常にも、ね、任せてますが、やだってますね。まあ、クリーク選手ご覧のようにそれほど身長はありませんがね、やはり非常に、腕の太さを見ましても太い、はいはい、腕力の強い選手なんです。もちろん足の方もご覧の通りですね、はい、サービスは背が低いんですが非常に腕力というか肩の力も良くてですね、はい、ものすごいサーブが入ります、はい、ただその代わりまたダブルフォルトも、ね、多いんですよね。 そうです、はい、それが彼のね、まあ、一つの、まあ、どう言いますか、負けるときには出てくることがあるんですが、はい、まあ、今回は、ぜひ一つですね、彼の持ってる、はい、まあ、コナーズもないボルグもない、非常にその、まあ、パワフルでしかもタッチのいいテニスですよね、はい、これを見せてほしいと思うんですね、はい、どういうんですか、日本の選手も、まあ、体を鍛えればですね、かえってこういうテニスもある意味では一つの参考になるかもしれないんですよね、はい、こちらがアウトです。今ダブルフォールトの話が出ましたが、昨年のトータルでナンバーワンがデントン224個です。2番目にクリークがいまして220本です。しかしデントンは224本のダブルフォールトがありますが、エースがサービスエースが446本あります。クリークは220本のダブルフォルトに対しましてエースはそれより少ない194本しかありません。ちょっとサービスの荒さはあるんですね。そうですね、まあ、しかし、はい、デントンにない他のテクニックを持ってますから、はい、やはり世界のこれだけ上位にですね、はい、上がってきてるわけなんです、ね、はい、40-15 です。フォルト、前後オーストラリアンオープン昨年そして一昨年と81、82年連続してチャンピオンになっています。ベースラインいっぱいに入りました。コナーズの両手打ちがネットしています。ファーストセット第1ゲームオープニングゲームはヨハン・クリーク取りました。1-0サービスヨハン・クリークキープしています。サイドが変わりましてこちら側にジミー・コナーズラブ15です。しかし川手さん、ジミー・コナーズの方は、ボルグにちょっと抜かれた感じがあり、マッケンローに抜かれた感じがあってもうカムバックは無理かと思いました。そうですね、昨年のウィンブルドンそして、フラッシングメド全英素晴らしかったですね。これはもう本当に私もちょうどその2試合見ましたけどね、はい、闘志の塊、はい、それでまたその技術もですね、はい、まあ、特に変わったというところはなかったんですけども、はい、最後までどの、いわゆるトーナメントも決勝までですね、はい、非常に素晴らしい、コンディションを持ちましてね、ええ、決勝戦はもう本当にファイトで勝ったという感じがしますね。ファイトで、はい、9月の2日生まれ30歳になっているジミー・コナーズです。サントリーカップには78年の第1回それから80年、81年ときまして80年、81年連続してチャンピオンになっています。向こう側のヨハン・クリークはこれが初めての、サントリーカップの出場です。賞金獲得額オフィシャルで言いますとジミー・コナーズは2位、昨年のヨハン・クリークが9位になります。 ATP のランキングでいきますとジミー・コナーズ昨年2位、そしてヨハン・クリークは12位ということになります。
ベースラインを超えました。先ほどからちょっとジミー・コナーズのストロークがベースラインを超えるのが多いようですね。それとネットですね、はい、特にフォアがミスが多いですね、はい、まあ、彼がやはり一番欠点と言われているのはこのフォアなんですけども、はい、そのミスが出てますね、はい、40-30 ブレイクポイントを迎えましたヨハン・クリーク。これまで両者の対戦は3回ありました。いずれもジミー・コナーズが勝っていますが、ファーストセットのセカンドゲーム、ジミー・コナーズの初めてのサービスゲームですが、ヨハン・クリーク破りました。ヨハン・クリーク 2-0 とリードでファーストセット第3ゲームに入ります。最近の対戦では今年の1月じゃないですか、はい、グランプリマスターズですね、はい、ボルボマスターズ、この時に、7-6、6-2 でコナーズが下しました、はいはい、サービス、いや、フォルトです、フォルトですね、はい、これまでクリークがコナーズに勝てないというのはどこら辺に差が出てくるんですか。そうですね、やはりあの、はい、こういう自分でどんどん打ってですね、後ろからでももう思い切りのいいストロークを見せますね、はいはい、それからあの、はい、前進してきても素晴らしい角度のボレーを持ってるんですが、はいはい、やはりそれがあのコンスタントさがないということですね。その辺をコナーズに疲れて、はい、この粘りに引き込まれてですね、はい、負けてるというのが大体のパターンだと思うんですね。それからやはりその大事な勝負どころ、これはやはりコナーズが非常に上手な展開をしましてね、クリークの方はそれでこう気をそがれたり、あるいはダブルフォートとかそういうことで自滅をすると、はい、そういう結果だったんですが、今日はまだこれちょっと分かりませんね、はい、それではあのその荒さの魅力が裏面出たり、それとやはりジミー・コナーズの大事なところの試合経験、これがさあ物言うわけですね。そうですね、はい、あのやはりクリークはあのもちろん今世界の12人にいるわけですけども、やはりトップとの対戦では分が悪いわけですね、はいはい、コンスタントに自分よりも下の選手には勝っているようですけども、コナーズとかあるいはマッケンローとかですね、はい、これトップとの試合というのはやはりちょっとこう貫禄の差があるような感じがしますね。そのナンバーワンプレーヤーたちとのつばぜり合いの時の、ね、そうですね、ちょっとした差なんでしょうね、まあ、はい、最もプレイヤーのキャリアから言ってもですね、はい、非常に彼はあの80年頃のですね、はい、いわゆるまだサテライトサーキット、はい、こういったとこから上がってきた選手ですからね、はい、非常にあの短期間の飛躍なんですよね、はい、その辺でやはりキャリアがもう世界のトップに入って10年も経ってるボルグとか、はい、あるいはこの後とはちょっと違うところだと思います、はい。ヨハン・クリークの身長が 1m72.7、 ジミー・コナーズが 1m77.8、 5センチほどジミー・コナーズが大きくなっています。しかし体重はともに 70.3kg、 ちょっと、まあ、テニスプレーヤーらしからぬがっちりしたタイプがヨハン・クリークという感じでしょうか。そうですね、もう今ダブルフォルトは1つ出ましたね。はい、出ましたね。15-40 です。ブレイクポイントを迎えました。サービスを破った後なんですが、自らサービスをキープするのがちょっと苦しくなっています。ジミー・コナーズダブルのブレイクポイント。サイドラインいっぱい、これは向こう側、ジミー・コナーズのフォアでしたが、ベースラインをわずかに超えたようです。30-40。ブルーと空色の島のシャツのヨハン・クリーク、白いシャツのジミー・コナーズ、バックハンドどうか、サイドアウト、デュースになりました。なかなかアグレッシブな攻撃が、そうなんです ね、いいですね、彼のテニスはやはり見てて楽しいと言いますか、はい、非常にあの活気がありましてね、ファンも多いんですよね、クリークのテニスのファンというのは、はい、第1ゲームはビヨン・ボルグがマッケンローを下しました。フルセットで下しました。記者会見がありまして、ジミー・コナーズが出てきたらベースラインの多彩な打ち合いになるだろう、ヨハン・クリークが出てきたら前に出てきた積極的なゲーム展開になるだろう、こんな予想をそうです、ね、ビヨンボルグがしてましたが、明日ビヨンボルグの相手をするのはどちらでしょうか。アドバンテージクリーク、
コアが浮いています。向こう側を超えました。結局クリーク1540からポイントを4つ上取りまして3ラブとなっています。ミスもなく好調なクリークが 5-1 とコナーズをリードして第7ゲームを迎えました。ちょっとこれは2つサービスを落としますとそうなんですこのセット苦しくなりましたね。まあ、しかしその内容はですねクリークは特に何もまだしてないんですよね、はい、そうです。ただ綺麗にコナーズの球を返してるだけなんですがね、まあ、もちろんあのスピードはありますけども、はい、コナーズが1人であのストロークでミスをしているという感じです。ネットに引っ掛けたりオーバーしたり、はいはい、5-1 でファーストセット第7ゲーム強烈なサービスリターンも鮮やか。ロビングはバックハンドのスマッシュネットしました。やはりプロでもあのバックハンドのハイボレーといいますかスマッシュといいますか、そうですね、これの上手な人ってのは少ないですね。あ、まあ、特にあの上手なのはビラスが上手ですがね。あ、そうですね、これは彼のバックハンドのスマッシュはもう天下一品なんですがね、はい、他の人はやはり少しやはりちょっと手の使い方が無理になるんでしょうね。フィフティンオーブ強烈なサービスが決まりました。これも強烈なサービスリターンもコナーズ定評があるところです。これはフォアに回り込んでスマッシュ決まりました。サービスリターン、コナーズも定評があります。スピードを返してるんでしょ。いやもうすごい、今の内容はもう素晴らしいですよ、はい、特にそのロブも良かったんですがね、クリークのもう体全身をバネにしたスマッシュが決まりました、はい、30-15 強烈なサーブ、これはクリーク追いつきましたがアウト。しかしさ、もう強烈ですけど、ね、すごいと返しますね、まあ、特にそれでクリークは今まであそこまで出なくても途中ででも返すつもりなら今のミスにならないと思うんですけどね、もう突っ込んでも嫌でもボレーをしようという勢いがありますからね。サーティーオールこれも入っています。バックハンドボレーがネット。ギリギリのことでところで競り勝つというコナーズの良さが出てきたような。そうですね、30-40初めてコナーズブレイクポイントを迎えました。失礼、ブレイクポイントは一度握っています。これはアウト、サイドアウト、デュースになりました。思い切ってボールを叩きつけましたコナーズ、何か歯がゆいんでしょうね自分が。そうですね、非常に今ゲームの展開が早いですからね、1ゲームに4分ペースで来てますので、これはこういうレンジの試合としてはちょっと早すぎるんですよね。はあ、試合が始まりまして25分30秒経ったところです。スピン、これが独特です。強烈な上腕で打ってきます。柔らかく返しました。コナーズ、コードにぶつかって外に弾き出ました、飛び出しました。アドバンテージクリークです。コナーズの普通あれだけの球を打ちますと相手は押されるんですがね、クリークはもう一歩も押されてない、ね、かえって逆にですね、はい、それよりもまだ早い球を返してきますからね、はい、コナーズとしてもちょっとやりにくいでしょうね、はい、ここまでが3勝0敗一方的にコナーズという対戦成績とは思いませんね。そうですね、アドバンテージクリークです。セットポイントをつかみました。ヨハン・クリークフォールト、ここまではジミー・コナーズが全身で必死に打つんだけれども、ヨハン・クリークは上体というか腕だけでゴンゴン打ち返すという感じがします。ストレート追いついた、
逆をつきましたがヨハン・クリーク体勢を立て直しています。しかし今度はダメでした。今のは押されましたね、はい、またデュースです。フォールトです。判定はフォールト。センターを狙いました。強烈なサーブ、バッとリターンがネット。これはコナーズとしてはイージーミス。またセットポイントをつかみましたヨハン・クリーク。相当なスピンといいますか、あのガットが偏ってしまうのまた戻しているのに音が聞こえますね。その音がまさか本当に硬そうだね。ロビングいいところ、スマッシュ拾っています。ああしかしベースライン大きすぎました。ファーストセット向こう側ヨハン・クリークが取りました。しかも 6-1 あっさりしたカウントでヨハン・クリークファーストセットを掴んでいます。2セットはコナーズが 6-3 で取り、セットカウント1-1、試合はファイナルセット 3-2 とクリークがリードして第6ゲームを迎えました。第6ゲームはジミー・コナーズのサービス。ヨハン・クリークも先ほどのサービスブレイク、そして今のサービスキープでようやく自分のペースは取り戻しましたね。そうですね、まあ、これからコナーズはこれ当然そのサービスの順番からいってですね、はい、もしキープが続けば追いかけていく立場なんですよ ね、 そうですね、これ非常にこれ辛いですよ ね、 ちょっとね。やはりあのキープ続くと今度は追いかける方が辛いですか。そう、このファイナルでやっぱりそうなりますね。そうですか、もちろん、はい、コナーズのストロークがこちら側大きすぎました。15オールです。試合開始からすでに1時間36分長いゲームになっています。ネットにつきました。サイドアウト。クリークのストロークがアウト。サービスがいいところに決まっています。やはりあれだけいい角度のところに決まりますと早くセンターに戻らなきゃって気持ちがどうしてもリターンする人にはできるんでしょうね。そうですね、まあ、あのクリークはやっぱりしかしバックハンドのリターンというのは、はい、ミスがちょっとやっぱりこういうトッププレイヤーとして多いですね。あ、そうですか、はい、強烈、強烈です。コナーズ懸命に追いついています。これもしかしいい角度で返しています。いい角度、クリーク追いつけません。ああ今自ら頭突っ込んだんですね。彼はそのあまりどういうんですか、しかし面白いことしますね。もうその追いかけた勢いでちょうどそこに飲み物を冷やしてあるケースがあって、向こうではあの今度はコナーズがコートに座って、ラケット貸してあるからやんないかと。そうですね、しかし今このコナーズここから、うまく打ちましたね。ここはもうね、狙いすましてのショットでした。
ずサービスをキープして3オールとなっています。やはりけど追いつくと多少やはり先にサーブする方にもプレッシャー当然かかるでしょうね。もちろんそうですね、はい、ですからここでクリークがその順番からいきますからね、リードしますとね、やっぱり追いつかなければいけないということです。ね、ここまでいきますともうお互いにそのプレッシャーとの戦いという部分もできますね。はい、ラウンド15です。髪の毛が濡れまして髪型が変わりました。こちら側のヨハン・クリーク、ジミー・コナーズも汗びっしょりという感じです。フォルトですね。これはフォルトではないかというジミー・コナーズですが、ラインズマンは両手を揃えています。15のまあ、こちらから見て言うのはいけませんけども、はい、ちょっと長かったように見えたんですがね、ちょっとそんな感じもしました。はい、ちょっとこの放送席から距離はあることはありますが、15オール、ヨハン・クリークネットについた、バックハンドのスマッシュ返したがバックのボレー、これもコナーズも狙いすましたところで、ここはもう本当に、ね、大きいですから ね、はい、そうですね。15-30、コナーズのポイントがリードしています。戻ったところにもう一回来ました。今度は低く来ました。フォールト、慎重にコナーズが返します。ギリギリいっぱい、相手のバックハンドに集中しています。コナーズネットについた、いや素晴らしいパッシングクロスに決まっています。コナーズ意表を突かれた感じもあります。30オール、本当ストロークは多彩ですね。そうですね、特に今のはもう本当にこの右足をきっちり踏み込んでですね、非常にいい体勢でしたからね、はい、いい球を打つだろうと思ったんですが、もう素晴らしいパッシングショットでしたね。クリーク、スライスの球がちょっと浮いています。30-40、またブレイクポイントになりました。こういう時にかかる心理的なプレッシャーはすごく大きなものがあるでしょう。ファーストサービスセンターに決まっています。デュース、しかしこの強烈なサービスですから、センターベルトかネットにぶつかる衝撃もすごいんでしょうね。あとフォアの得意なショットにイージーなミスがね、そうですね、フォアと出ますね。まあ、彼の場合いわゆるオープンスタンスといいますかね、はい、体が正面向いて打つわけですから、やはりそのしっかりしたグリップとですね、あの腕力でラケットを振り回してない限りやっぱりボールは押されてますね。コナーズの球にアドバンテージ、コナーズレッドです。またブレイクポイント、このゲームはコナーズのポイントが常に先行しています。お互いに交互にポイントを上げているんですが、コナーズのポイントが先行してアドバンテージ、バックハンドスマッシュ決まった。デュース、ファイナルセットの第7ゲーム、交互にコナーズ、クリークという順番で
4つずつポイントを上げました。デュースになってフォルト、次のポイントはどちらでしょうか。ダブルフォルト、わあ、ダブルフォルト3つ目、大きなところで出ましたね。そうですね、まあ、これで3回デュースになってから3回ですか、この間ポイント取ったのは、はい、まあ、ずっとこうどう言いますかリードと言いますかね、有利になってますけども、はい、この辺りで取りますと、はい、そうですね、鮮やかなリターン、低いところ、フリークのストロークが向こう側大きく超えました。第7ゲーム、クリークのサービスをコナーズ破りました。 4-3 クリーク1ダウンです。ファイナルセット、リターンが再三襲うクリークの足元を襲いました。これが浮き上がってベースラインを越えています。83年のサントリーカップ第1試合はビヨンボルンが決勝進出を決めています。マッケンローに勝ちました。第2試合、ジミー・コナーズとヨハン・クリーク、ファイナルセット、セットオールでファイナルセットになりました。結局コナーズが1ゲームリードしています。 4-3 で第8ゲームに入りました。クリークのサービスダウンが2つ、コナーズのサービスダウンが1つ。15ラブです。スライスがアウト。何か回り込んでフォアでスライス打ちましたね。そうですね、珍しいですね、ちょっとクリークの方に迷いが出たんでしょうか。トップスピンを得意としますクリークですが、スライスで返しました。サーティーラブ、いいところにサービスが決まりましたが、コナーズネット。今はコナーズとしては決めなきゃいけない。まあ、あのミスはね、少なくともミスしないでやっぱり入れたいところですよね、まあ、しかしもう一発行こうと思ったんでしょうね、はい、相当もうスピードのあるボレーですね、今のも。そうですね、彼の場合やっぱりグリップが厚いと言いますかね、はい、ですからあのややもうすればちょっとやっぱネットしやすい。ああそうですか、はい、グリップとしてはボレーするのはしにくい、フォアのフォアのボレーというのは独特なんですよね、コナーズのフォアのボレーというのは。よくあれでできるなと思うような、はい、あのグリップでありますからね。40-15 です。ファイナルセット第3ゲームでクリークのサービスをコナーズ破ったんですが、すぐ第4ゲームでサービスを落としました。第7ゲームクリークのサービスを破りまして、第8ゲーム 40-15 キープできそうな感じになります。ここでキープしますと大きく、マッチポイントまでつながる可能性がありますね。そうですね、当然 5-3 ですからね、はい、バックハンドがアウトです。 40-30 向こう側超えました。まあ、やはりこうやって見てますとコナーズのフォアハンドというのが非常にやはりあのいわゆるアンフォースエラーというんですか、そのまあエラーをしなくてもいいエラーがやっぱり多いですね、はい、これがコナーズとして非常に苦しいと思うんですけども、40-30いいところにファーストを入れました。めっちゃいい、入ってます、入ってます、オンザライン。第8ゲームコナーズサービスをキープしました。 5-3 です。これはコナーズとしては一歩安全圏に逃げ込めたような感じですね、そうですね、今のはさあ完全ですね、ギリギリいっぱいに入りました。さあ第9ゲームクリークサービスボレー、力強さを見せますヨハン・クリーク。クリークはこの身長でやっぱりサービスが速くてですね、今のようなコナーズの速いレシーブがありましてもね、もう本当ネットに届くぐらいのところまで来てるわけですよ ね、 そうですね、非常に速い前進ですね、はいはい、今度来ました4人の中ではこのクリークが身長が一番低くなっています。ボルグとマッケンローは1メートル80あります。コナーズは1メートル78あります。このヨハン・クリークは1メートル 72.7。 サービス&ボレーがネットを超えませんでした。 30-15 今のはサービスが入ったかどうかというのにちょっと疑問があったようですね。そうですか、はい、ですから今ちょっとブツブツ言ってますけどね、はい、ヨハン・クリークコートサイドでは今日誕生日のティッシュクリーク、奥さんが見ています。
コナーズ追いついた、あ、これはアウト。40-15。このゲームは随分速攻ですね、はい、ファーストサービスが入ってますから。こちらはジミー・コナーズ、コートサイドは親友のダスティン・ホフマンが見ています。返しました。これは逆をついています。これがヨハン・クリークの奥さんのフィッシュ・クリークです。ファイナルゲーム、ファイナルセット 5-4 第10ゲーム、ジミー・コナーズのサービスです。ジミー・コナーズとしては当然このゲームで決めなきゃいけませんね。もちろんですね、はい、最後の土壇場になりました。場内の静粛を待ちます。ネットについたジミー・コナーズ、ボレーがネットしています。珍しくサーバンボレーで出てきましたね。ネットについたんですが、ちょっとリターンがやはり焦ったボレーですね。焦ったんですか、はい、ラブ15、今度は前には出ません。おっとコードに当たって跳ね返りました。ラブサーティーです。いやー大事なゲーム、苦しくなりました。これを落とすと、まあゲームとしてはタイになるんですけれども、まあ、一流のプロとしてはここで決めなきゃいけないでしょ。もちろんそうですよね、ま、これを落としますとちょっともつれますよね、はい、非常に苦しくなりますね、はい、ファーストが入りません。ラブサーティーです。クリークは大体主にコナーズのフォアを狙います。あっとフォアがネット、ラーブ40です。どうしたんですか。いや僕はあの最初のまずバックボレーですね、あれがちょっとコナーズとしてはえらいその 焦る必要もないのにですね、どうしたんだ、ラケットを早く振ったかと思ったんですが、どうもどう言いますか、コナーズらしくない、しかもこういう大事なゲームにその非常に、はい、らしくないミスですね、はい、一人でミスをして取られてるという感じですから、はい、ラブ40、大事なゲームですがラブ40になりました。ジミー・コナーズ、スライスが浮きました。スライスが浮きました。ストレートでサービスを落としました。ジミー・コナーズ、これでお互いに2ダウンでファイナルセット、セットオフのファイナルセット5オールです。ちょっとコナーズとしてはなんかこう、はい、いわゆる精神集中を乱したという感じがしますね。そうですね、まあ、しかしこういうシーンはなかなか、はい、珍しいと言いますか、我々は見てないですね、こういうゲームでやるということは。はい、ヨハン・クリークとしては何もしなくても追いついたという感じ。サービスエース、これまで3回戦ってまだジミー・コナーズには勝っていません。クリークです。ああ浮きました、浮きました、わずかに浮きました。15オールです。まあ、もちろんここまで来ますとその力以外のいろんな要素が、肩に重くのしかかってくるんでしょう。そうですね、はい、それでやはりクリークというのは、ね、こういう試合が割合多いんですよね。もうですから、まあ、多分、まあ、私のこれはあれですけどギリギリいいとこまでやって、最後にその何かで負けるという感じ、そういう試合のパターンではないかと思うんですよね。あ、そうですか、はい、まあ、こういうとクリークファンには申し訳ないですけども、
クリークとしては何かその抜けなきゃいけない。そうなんです。もう一段上に行くためにはね。15-30フォールト。これが15-40。せっかく追いついたのに出てきますね。これがね、クリークのもう本当に一段飛び越えていくべき、はい、ちょうど最も大事なところだと思うんですけどね、はい、現在 ATP ポイントが12、これが一桁、あるいは5位以内に入るためにはこれを抜けなきゃダメなんですね。そうなんです。ネットにつきました。クリークパッシングは大きくサイドアウト。30-40です。コナーズのアウトもちょっと随分極端でしたね。いやいや、もう彼も意気込んでますね。しかしね、もう一発勝負ですよ。はい、サービス強烈、入った。スライスのボレーが入っています。デュース鮮やかなサービスボレーでした。まあ、しかし今日のクリークというのは、あのあれですね、日本のファンに本当に初めて強烈な実力を見せ印象を与えましたね。そうですね、はい、まだもちろんやってるわけですけども、はいはい、ああ今度はあのボレーを決めた人が、あのボレーを決めた人が、ね、またアドバンテージコナーズです。これも先ほども落としたのがマッチポイントにつながると言いました。これもつながります。これももちろんつながります。ボレー、ストップボレー、コナーズ追いついた、追いついたけども、あー、ストッププレイスメントがちょっと違う。デュースです。完全に追いついたんですがね、ウィニングショットになるところでしたけどね。そうです。さあ、またデュースです。強烈なサービスですが、よく返した。これはロビングは大きすぎます。アウト。アドバンテージクリークです。ようやく第11ゲームのサービスアドバンテージを取りました。スライスでネットにつくアプローチショット、これが引っかかりました。それまでのねショットが本当に素晴らしいだけに惜しいですよね。デュースです。クリークとしてはこのままこのゲームさえキープすれば、あとは、タイブレイクになります。タイブレイクになると悪くてもタイブレイク持ち込めるわけですから、これはもう分かりませんからね、はい、この勝負はまた、フォルトです。本当いいところと悪いところがその背中合わせですね。まあこういうタイプのプレートにやっぱそういうこと多いんですけどね、はい、これは強烈なリターン。おっと、クリック懸命に返したらアウト。ああいうショットは返ってきますからね。そうですね、コナーとしても油断も隙もないんですよね。できないんですね、油断はもう絶対に。今の得意のね、両手のその出ながらのバックボレー、これ得意な球でしょ。そうなんですよね、これが一応は返ってきます。アウトにはなりましたが返ってきます。動きが早いですしね、はい、さあアドバンテージコナーズ、ボールとファーストサービスが入りませんでした。あっとストレート、これがアウト。これは自分でも苦笑いしています。ジミーコナーズ、この13年間ですか、はい、コナーズがデビューしてから見てきましたけど、やっぱあのフォアのミスというのはどうしても治らないですね。あ、これだけのプレイヤーになって相手にもう教えてしまう欠点があるというのは非常にやっぱり大きなマイナスだと思うんですけどね、はい、あ
コナーズのストロークが長くベースラインまで伸びてきました。ちょっとそのタイミングが合いませんでした。クリークです。ロングゲームになっています。デュースを 1,2,3,4 回繰り返しています。アドバンテージコナーズ、4回のうち3回はアドバンテージをコナーズが取っていますが、クリークローボレーネット。11ゲームクリーク落としました。6号とコナーズリード。親友のダスティン・ホフマンが嬉しそうな表情です。セットオールで迎えましたファイナルセット、6号と12ゲーム目に入ります。コナーズのサービス、コナーズが1つリードしています。これはクリークのバックハンドがアウトです。しかし今の11ゲームの長い競り合い、これは大きかったでしょうね。そうですね、はい、15ラブです。クリークはクリックルとラケットを回しながらサービスを待ちます。フォールト、コナーズがおどけてみせました。ちょっと余裕が出たんでしょうか。それだけ苦しかったということかもしれませんね、今まではね。まあ、しかしこれはコナーズとしては慎重にならダメですよね。はい、そうですね、はい、コナーズがとバックハンド両手の出玉ですがアウトです。強烈なストロークですがちょっと力みすぎって感じがしますけれども。そうですね、はい、まあ、あそこまで打たなくてもいいんじゃないかなっていう時ちょっとありますね。あ、15オールです。このゲームをコナーズがキープすればコナーズの勝ち。クリーク粘りますとタイブレーク、12ポイントのタイブレークとなります。ギリギリいっぱいです。コナーズのバックハンド、今度はネット。15ラブとリードしたんですが両手打ちのバックハンドが2つミスしました。15-30です。得意のはずのストロークなんですけれども、クリークのポイントがリードしました。何回もボールをつきます。コナーズくるくるラケットを回します。クリーククリークのストロークが大きい。今度はクリークのミス、30ラブです。何か緊張に耐えかねるように両者がミスしますね。今はそんな感じですね。ドライブで打とうかちょっとこう迷いましたか。かけ方がちょっと中途半端だったですね。サーティーオール、クリークがネットについた。パッシングは大きい、大きすぎた。サーティーフォーティークリークタイブレークまであと1本とこぎつけました。依然としてゲームカウント先行はしているんですが苦しいジミー・コナーズ。おしまい時間は2分5秒を超えています。2時間5分を超えています。コナーズネットにつきました。パッシングボレー決まりました。ユース、コナーズブレイクポイントを抜かれました。しかし必死なボレーですね。そうですね、もう本当にしかし正確なボレーですね、はい、さあデュースです。一つの難関を切り抜けました。どちらのポイントが先行しますか。あー、リターンがネット。ジミー・コナーズようやくマッチポイントです。2時間6分を経てようやくマッチポイント。
ファーストが決まった、リサーが連投、ジミー・コナーズ、2時間7分の長い戦いの末、ヨハン・キークを下しました。1-6、6-3、7-5でジミー・コナーズ勝ちました。親友のダスティン・ホフマンもスタンドで拍手をしています。これで明日のビヨン・ボルグの文字通り現役最後の試合は、ジミー・コナーズとビヨン・ボルグという宿敵の対決となりました。サントリーカップの初日の第2試合、ジミー・コナーズとヨハン・クリークのゲーム、川手英一さんの解説でお送りしてまいりましたが、明日の顔合わせ楽しみになりましたね。いや本当にこのサントリーカップというのはいかに素晴らしいと言いますか、それともやはり、はい、と言いますかね、ゴルフの優秀の美を飾るにふさわしい、はい、素晴らしい大会になりそうですね。これでそうですね、はい、ゴルフも調子いいようですし、素晴らしいゲーム期待できそうですね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。